キチャンネル。洋服め水野っすよね。当時は、今はチャンピオンです。用具は全部自分ですか。はい、いや支給でした。全部ですか。チーム支給。チーム支給。今はどうなんだか分かんないですけど、当時は、はい、靴もウェアも全部支給、うん。チーム支給ですか。はい。じゃあもうただなんですか。何もお金かかんないですか。でバレーする道具に関してはほぼほぼかからないですね。へえ。野球とかだったら、お金もくれて道具くれる人いるじゃないですか。アドバイザーみたいな。はい、そういうのあるんですか。バレープロ契約してる選手のみですね、うん、おそらく。そうですよね、メーカー契約社員としてダメなんですよ、個人でやっちゃう。へえ。プロがした選手はそういうの OK でした。じゃあ他からの入りが少ないですね、プラスアルファ。ほぼほぼないです、ないです、ね、はい、会社からもお給料。へえ。そういうとこ認め、でも バレーって道具なんか大事な、靴とか大事なんですか。まあ、シューズとそのサポーター類とかしかないですね、うん、道具って。シューズで変わるんですか。変わります。バネとか入れて。バネ入れたいけど、うん、結構規定があって、うん、例えばだから女子バレーだったらずっと代表のユニフォームがミズノなので、うん、ミズノのシューズを一応履かないといけなくて、うん、どうしてもアシックスがいいっていう人もやっぱりいるんですよ、うんうん、そしたらどうなるんですか。なのでマークを消します。で見えないようにして、うん、水野として履くみたいなのはやってましたね、うん、でもそっか、ないですもんね、サポーターと靴しかないですもんね、道具って。はい、バレーって本当なくって、うん、だからチームで所有するボールとかネットとかはありますけど。ボールの違いでプレー変わるんですか。ボールの違いあるんですか。ボールも全然違います。揺れが、揺れとか なんだろう打感とか、うん、セッターが一番感じるかもしれません、うん、トス上げる人が、うん、全然ボールのタッチが違うので変わってきます。ボールでトス上げる人にもちゃんと上げろよっていうことないんですか。あ、でも私はあんま言えなかったですけど。何ですか。あんま自信がないタイプなので自分に、うん、いやだからもうちゃんと打てるとか上げてよっつって。まあ、でも高校生とかの時は言ってましたね、ガンガン。それもジャバン行って長さんとか竹下さんになっても言えるんですか。言えないです。言えないです。もうちょっとさ、もうちょっとこういうので来てよって。あ、でも、もうちょっとこうがいいですとは、うん、やっぱ言わないと、うん、分かんないじゃんね、はい、うん、全部 OK なわけないんで、うん、それはもちろん言ってましたけど、打ちにくいなと思いながらそれは思ってないです。思ってないですか。はい、打ちにくいな、本当合わせなきゃいけねえよって。ただやっぱさ、そのなんだ、上手い人だから、うん、こっちが悪いのかなって先に思っちゃうんですよね、うん、こっちの入りか、みたいな、うん、でも、今のはどうしてもこうしてほしいと思ったらやっぱ言います、うん。でもなかなか上げてくれないパターンもあるんでしょ。上げろよお前って思わないですか。でもそういう時はフリーだろっつって。そういう時はこっちが聞いてヘイヘイヘイっつって言わないですか。ヘイヘイヘイ、早く言えなかった。え、自信なかったんですよ私全然。そんなでもサインはこうやって出すんですよね。あれ何出してるんですか。サインは、うん、そのセッターが、うん、次はこのコンビでいくよって3人4人分に出すのか、うん、相手を見て次これが有効だなと思うものを一人一人に出すんですけど、うんうん、だいたいそのサインを見ると、あ、次は頭やって分かるんですよね、うんうん、じゃあ、あ、また私じゃないのってなる、うん、やります。おお、全然来ないじゃんって私今日少ないなと思いながらやる時もあるし、うん、それ言ったったらいいや。でも今日全然ないなっつってそれ言えたらマジで強いですよ、うん、でも言う人もいるんでしょ。いや、竹下さんには言わないです、俺とか先輩とか関係なしで、おい！本当ですか？だって聞こえないよ、だって見てないんだからこっち。おいって言わないと、だってこっち向いてないから。おいって言わないと、なんとかさんとかじゃないんだそこは、うん、だってもうムカついてるから見てないこと見とけと、まず、うん、でミーティングってとかで言わないの、そしたら後から、うん、だって、いや今日の試合の反省ってなった時に、はい、今日こんなにフリーになった時あったのに一回も上がんなくて結局そっち投げて、まあ、信頼度がないのは分かりますけど結局それで止めれなかったり決めきれなくて結局全カバーされてるわけじゃないですかって言ったら、それでこっち試そうとかってないんですかっていう。言わないですね言えねえ言えない。そうなんですか。うん、言った方がいいんじゃないですか、バシッと。分かってないでしょ。分かったのかな。でもなんかセッターはセッターの考えがあるから。でも負けてんすよ、まあ、それを聞くのは大事。でも負けてんですよはいそうです、負けてたとしたら、まあ、勝つためにやらなきゃいけないから。俺なんてあれだよ、ピッチャーが年下のやつとか、さっさんこういうのやりたいんですって
でも俺の中で思ってるんだよ、絶対無理っしょみたいな、うん、思ってるけど、こいつはやらしてみて気づかせなきゃ分かんねえからって言って、それ永遠エンドレスでやらすのよ。やりたいって言ってきたやつを、うん、早めに3回ぐらいなんだよね、はい、で、まあ、できないじゃんね、はい、まあ、でもそんなの俺は分かってるんだけど、でもできないところを見させなきゃいけないから、はい、わざとやらして、あのさ、やりたいって言うからさやらしてんだけどさ、全然できないじゃん。え、どういうこと？それでよくあのできますって言ったよねって、負けるけどいいの？できんの？あとさっさに任せます、うん、うん、オッケー、ちょっと終わり任せますになっちゃうんだ。でもやらせてんだよ。それでうまくいく人もいるからね。はい、できる人もいる。 でやりたいって言って、できんのかなと思ってやったら、あ、結構いいんじゃん、あー、これもいけんなって思って気づかなかったことを気づくこともあるから、はい、別にどっちに触れるかはそいつ次第だから、はい、もしうまくいったらうまくいったでこっちの引き出しも増えるから、うん、まあ、プラスなんだよね、うん、だから言ってあげた方がいいから、もっと気づかせてあげないと、はい、でしかも言っていってたらやらせてくれるんだったらいいじゃんね。それで結果出たらこっちのダメにもなるし、はい、ダメだったら納得いくじゃんね。あとあれないんですか、なんで使わねえんだよ、ダリな、ほら負けてんじゃんちってないですか。いないなあそういう人。思ってる人いますよ、うん、なんで私のこと使わないんだろうって、うんうんうん、言わずに勝手になんか女子が機嫌悪くなっていくから、うん、だったら自分が言えばとは思いますけど、ねうん、私は言わないです。え、でもあるでしょそういう思い。ありますよ、使ったら勝てるのに、ここ行けたなとか、うん、タイミング違うなとかありましたけど、うん、言わないです。言ったってよかった。言えなかったな、言って全然ダメだったらどうしようって考えちゃう。いや、ダメだったら練習すればいいじゃん。そうですよね、うん、反省して、うん、すぐに。だってジャパンってレギュラーが集まってるから、多分監督も大変じゃんね、はい、全員レギュラーだから、うん、で使われなかったらはぁみたいな。でもジャパンってどうやったらなれるんですか。どうやったらなれる、だどういうところを見てジャパンに選ばれるんですか、はい、それはもちろん監督、最終的にメンバー決めた監督にしか分からないですけど、うん、ただそのやっぱりまずその1年通してリーグを見ます、長いリーグを見ます、うん、でその中からだいたいバランスを見ながら選手をピックアップして、うん、でそのチームがやりたいそのバレーに合う人をまず選ばないとダメっていうのと、うんうん、でその中のやっぱこの選手選ぶんだったらやっぱこの選手が生きるとか、うんうん、そういう多分バランスをいろいろ重視して選んでると思います。だからすごくても選ばれないんですよね。だからかぶってたりとか、うん、そのこの人もこっちのチームでいい、この人もこっちでもいいけど、一緒に招集したところでかぶってるよね、じゃあこっちだけ、うん、ってなるじゃないです か、 だからサッカーとかでも得点王の人がジャパンにいなかったりするじゃないですか。ああ、だから多分他の人との組み合わせもありますよね。もうだから面倒くさいですよね。野球とかも首位打者取ったら絶対選ばれるからね。ああ、そうなんだ。だって最多勝とか最優秀防御率とか絶対選ばれるし、どっちかというとなんか組み合わせなんですよね、うん、バレーは。成績ももちろんそうですけど、うんうん、じゃあ監督、誰が監督になるかですごい違うんですよね。多分全然違うチームになる。野球って多分7割方は誰が監督になっても一緒の選手なんですよ。誰が今監督になっても鈴木誠也が外れることないじゃないですか、うん、ああ確かに。ショートが坂本じゃないわけないし、はい、キャッチャーに甲斐が選ばれることうん、は絶対だし、はい、あの千賀が選ばれるのも絶対だし、はい、村上とか選ばれるのは絶対じゃないですか、うん、でバックアップメンバーで、まあまあ、足の速いやつ入れとこうかとか、はい、守備どこでも守れるやついるから、まあ、なこいつの方がバッティングは引いててるけどレギュラーじゃないんだったらベンチからだからマルチプレイヤーの方がいいからこいつ選ぼうとか、うん、っていうのはあるんですけど、レギュラーは多分誰が選んでもほぼほぼ変わんないんですよ。だからある意味簡単なんですけど、そう考えたら監督が違うことによって大きく変わるんですね。セッターだけ一緒ですか。いや、セッターこそ分かれると思います、好みで何を重視するか。でも僕中瀬さんと竹下さんしか見てないですけどね。最近コロコロ変わりますけどね。変わりますね、はあ、パッと しないんですかね。多分そうだと思います、うん、安定してないんだと思うんですよね、うん、だからなんか数字重視じゃないというか、うん、この子がいるんだったらこの選手いるだろうとか、うん、結構それで変わってきちゃうので、うん、なんかもう組み合わせ重視みたいな。それも難しいね。最高峰が日の丸だからさ、そこで監督次第で、はい、はっみたいなね、なって、はい、よくそうですよ、よく起きてますよそのね。え、だから誰が監督、はい、だからその人がいたチームの人がまあ優遇されるのもあるんだよね、よく分かってるからね、うん、
だからめっちゃ難しいですね。難しいと思います。リベロは何で判断されるんですか。これで取るだけなのに。リベロは取るだけ、うん、まだ打つのとかは到達ジャンプ最高点が高いとか、はい、強いとかセッターとかセンターとブロック高いとか、はいね、サーブうまいとかなるんですけど、はい、リベロってこれ取るだけじゃないですか。まあ、取るだけ、ちゃ取るだけですね。うん、それで何、まあ、僕のイメージはもう佐野さんしかないんですけど。そうですよね。はい、何が基準で選ばれるんですか。スパイクレシーブって相手のスパイクを受けるレシーブと、うんうんうん、あとサーブを受けるレシーブって全然全く別物なんですけど、うんうんうん、その2つがどっちもレベルが高いっていうのは絶対的に必要で、うん、あとはやっぱりなんだろう、面倒見というか他の人のバックアップができる選手じゃないとリベロってできないですね。うんうんうん、ただ上手いだけじゃダメなんですよ。ですリベロの人はサーブも打たないですよね。打たないです。何してるんですか練習。ディフェンス。ずっとですか。ずっと打ち込まれてます。ずっと転がってる下を。手腫れるね。でも本当そうですよ。ド M じゃないとできない。ド M じゃないとできない。だって打つ爽快さとかないんだもんね。ないです。やり返せないから、うんうん、自分がだって打たれるだけだもんね。それ拾って全部受け身で、ミスしたら怒られるしね。お前そのために出てんのになんであげれねえんだよみたいな、ね、そのためにいるのにってめっちゃ言われてますね。あとあの俺も聞きたいこといっぱいあるけど、あ途中でピンチブロッカーとか出てくるじゃないですか。はい、ですぐ変わるじゃないですか。あれあの全然違うとこ飛んでる人とかもいるじゃないですか。意味あるんですか。やばい、私かもそれ。私よくやってた気がする。ピンチブロッカーで出てきて見当外れなブロックしてる人。そういうのもとか、あのついていけてないとか、振られて、せっかく入った意味ないじゃんみたいな。ちょダメです、一番やっちゃダメ。何のために出てるのって一枠削って、でめちゃくちゃ後から怒られて、次の試合が使われないやつです。しかも結構ピンチブロッカー重要なとこ行きますもんね。そうです、いい場面で終盤 の, あの1点のね、はい、こう大事なとことか。そうです、最後あのサドンデス入って時とか行くじゃないですか。はい、ジュースの時に出てきたり、あとはピンチブロッカーってやっぱりセッターが低いところに入れられることが多いので、わざわざセッターを抜いてそこに入れられるから、うん、次のプレーとかが大事なんですよ。うん、だから結構重要なんですけど、うん、言われたことできないと、だからもう次からもう絶対使わない。無理、もう無理、違う人にやるってなるんで、結構重要です。あの1ポイントだけなんですけど、ね、うん、じゃあ最後に、はい、日本が金メダル取るために何が必要なんですか。うわー、これ真鍋さんになったからめっちゃ言ったろ。なんか嫌いなんですか。いや違う違う、そんなことない。自分が一緒にやってた方がね、今、まあ、何が世界と何が違うんですか。だってまああのよく言われるのが拾ってつないでみたいな、まあ、でもきついじゃないですか。どんも行かれたら全部拾えないじゃないですか。まあそれも大事ですけど、なんだろう、一番勝つために、勝つためにですよね。同じことしてても勝てないんで、うんうんうん、その日本のいい芸と言われる、うんうん、その守備、硬、うんうん、い守備とか、うんうん、早いコンビバレーって、うんうん、もう当たり前なんで、うんうん、それができなかったら多分予選も突破できません、うんうん、それは大前提として、あと一つ何かがないと金メダルが取れない。何ですかね。もう 2m50cm ぐらいのやつがいて、ですっごい飛んでドーンとかっているんですか、そういうやつが。海外ですか。はい、いますよ、やっぱ他のチームには大きくて動ける人がめちゃくちゃ増えてて、うん、昔だったら大きかったらちょっとこう動きがとろかったりディフェンスできないとかだったんですけど、今大きい人が横の動きもすごい速いし、うん、飛ぶし、うん、だからじゃあ、まあ、俺野球はもうダブル世界一はすぐなれると思うんだよね、うん、バレーはいつ金メダル取れるんですか。取ってくれるかな、3年後パリで。いやいや、その願望とかじゃなくて、取れるかな、取れる、取ってほしいですけどね。ちょっと声が小さい。いや金メダル取るって、うん、でも東洋の魔女金メダル。そうなんですよね。でもそれ以来取ってないですから、うんうん、日本は。銀もないんですか。ロサンゼルスで銅以来の私たちのロンドンの銅だったので、金銅なんですよね。うん、分かった、俺今日話して、はい、金メダル取る方法、簡単にできる方法。まず新幹線はグリーン。で食事面をもうちょっと改善して、パワーと体がでかくなるようにもうちょっと焼き手の人も入れる食事、うん、なるほど、なるほど、うん、で飛行機はジャパンはビジネス、うん、で部屋は一人部屋、うん、これで多分金に近づくと思うよ。まあとりあえず決勝には行ける。いい、この
条件だとちょっとやりたいわ私も。そんでもうその代わりもっと厳しく貪欲にやってくださいよと、ね、特別なんだからっていう、これだけやってるんだから、そうそうそうにして、もっとその周りの環境から上げて練習の量を負荷を増やすけど休みもしっかりできるようにしてメリハリつけていくといけっちゃう。モチベーションの部分大事ですから、ね、だからで、あのまずあのジャパンに選ばれた場合、まあ日当、まあ、5万というか3万にしようかな、にしてそういったところの賞金のモチベーションも上げながらやっていくみたいな感じにして、ね、やっぱ餌もいるから、はい、必要。それとりあえずそれやってみた方がいいと思う。ただ技術とかいきなり背で一回連れてこいとか無理じゃんね、うん、いきなりスパイクも180キロぐらい打ちますよって無理だから、ね、そういうのをいろいろ連れてきて、じゃあそこからやりましょうか。そう、まずそこからですね、簡単に変えれる部分、ね、バレーボール協会の皆さん、ね、Vリーグ、ね、各クラブの皆さん大変だと思いますけども、未来のバレーボール界のために、ね、まずそこからやっていきましょう。そしたら金メダル取れます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。